おはようございます。釣り子 TV です。これね、ジャッカル釣り岡でしょう、コラボモデル、どんどん店頭に並び出しておりますが、チリチリライザー、これを買うことができました。これはライザーリップがついてるモデルですよね。逃げ惑うネズミでバスを騙しきれっていうことで書いてあって、これはあの釣り岡でしょうのキムさん考案の、モデルですよね。これがねライザーリップ搭載っていうことで非常に楽しみだったルアーなんですけども、重さが 18g でサイズが 50mm ということで、でね、あのこのパッケージについてるこのここがシールになってるんですよね。釣り岡くんシール付きっていうことで、このパッケージね、パッてね捨てちゃうともったいないですよ。ここがステッカーが付いているんで、これはですね、まあ好きなボックスに貼ったりとか、できる。すごいですよね。釣り岡でしょうシールが付いてきて、でまあ、チリチリライザーってことで、裏にはですね細かい、いろいろ説明が書いてありまして、じゃあね早速開けていきたいと思いますが、これはどっちから、ここからよいしょよいしょ。これまた専用のパッケージで丁寧にクルンってなってて可愛いですね。じゃあ早速ね、チリチリライザー、これは可愛いですね。こんな感じ。まあまあライザーリップがついていて、去年ね出てね、まあ結構ねもうバスは終わりかけのシーズンというか、まあトップで反応しづらいシーズンだったんですけど、これシーバスで使ったボッコボコに飽きシーバス釣れましたからね。今年はあのバス釣りでもライザーリップ付きのルアーいろいろね使ってみたいなと思うんですけど、まずもって、ね、ライザーリップがついていて、でこのちょっと短めずんぐりもっくりしたボディに針が1本、あー本気の針ついてますよ。あららららら、これフッ素加工してあるな。ピンシャンのガチでかけるぞって感じのフックがついていて、あって指があの釣り岡くんみたいな感じでこう一本こうビッて出てるんですよ。この手がこんな感じで、これがね手が書いてあるんですね。で耳の中もグラデーションで綺麗にこうピンク色に塗ってあって、でね背中には釣り岡でしょうね、目ん玉飛び出してるんですよね。これがなんともなんとも可愛い、はい、目がビヨンと、ここら辺の造形が細かいですよね。歯もなちゃんとなんか、造形されていて、このイってやった時のなんていうんですかね、口角みたいなところもしっかりとこう膨らんでいて、この顔でねバスからうわーって逃げてるってことなんですよね。やべ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 って逃げてるっていうことになると思うんですけども、で細かい仕事、これね尻尾がついてるんですよね。これがまたどういう泳がせるとどうなんですかね。水吸ったらビヨン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 、あと波紋出したりしてくれるのかな。まあちょっとね早速投げてみたいななんて感じるわけなんですが、ね、裏に結構ね細かい説明なんか書いてあるんで、ちょっと、見ていきたいと思います。釣り岡のまず、キムさんモデルですね。チリチリライザーということで、逃げ惑うネズミという、コンセプトのルアーです。釣り岡でしょうキムの発案をもとに、ネズミのマスコットをかぶせたようなユーモアたっぷりのルックスと、ジャッカルのオリジナルルアーライザーベイトのエッセンスを盛り込んだ新たなルアーが誕生しました。重いボディで遠くに投げやすく、ただ巻くだけで水面を泳がせることができるところがライザーベイトの特徴です。使い方は投げて巻くだけ。
水面を必死に逃げるネズミのような動きで魚を誘います。さらに少し沈めてからゆっくりと巻くと、水中でもプリプリと体をくねらせながら泳がせることができるので、水面まで出てこない魚を誘うこともできます。逃げ惑うネズミで魚を騙す快感を味わってくださいということで書いてあって、まあこのねポイントとしてやっぱライザーリップって言ってもこれ、ね、既存のじゃなくてこれまた専用のね、ライザーリップですよね。このチリチリライザー専用のライザーリップって感じなんですけども、水面へ浮上させる秘伝のライザーリップ、重たいボディながらもリールを巻くと水面に向かって泳ぎ始めます。結構レスポンスよくね、この水を抵抗を受けてババババババーっとこう一気に水面に向かっていくっていうことになると思うんですけども、合皮素材の尻尾、ボディの動きにつられてくねくねと動きますね、この尻尾。あと、ポイントとしてはすごいコンパクトなんです。小さいけど重いボディ、ね、釣りよかルアー3種類の中で最も飛距離が出しやすいルアーですって。おかっぱりに嬉しいですよね。ね、沖のボイルとかそういった時狙うっていうのも、うん、やっぱね飛距離が出るとね、届きさえすればね、そのちょっとボイルの先に入れ込んでタタタタタタタってねやったら多分、亀山ダムなんかでもバイトさせることがしやすいんじゃないかななんて思うので、まあ、飛距離が、あるのはありがたいなということで、でキムさんからの一言コメントっていうのがありますね。まずはこんなに可愛いデザインのネズミで釣れたら絶対に面白い。とにかくぶっ飛ぶので遠くに飛ばして釣りまくってください。あと釣りはもちろんですがキーホルダーにしても可愛くておすすめですよってことでね、まあねこれでね、結構釣り込んだりしたらとね、まずはね釣ってみたいなっていうのはあるんですけども、なんかねもったいなくてこうキーホルダーに確かにしたいなっていう気もしますよね。ここら辺にあれだな、なんか丈夫めの、まあこれでキーホルダーにしてねどっかに引っ掛けていつの間にか落ちてたなんて嫌なんで、かなり強めのスプリットリングを装着してマスコット的にねぶら下げておきたいななんていう、感じはしますけども、まずはねちょっと使ってみようかななんていうふうに思いますけど、そんな感じのお説明書きがこう細かくね書いてあります。チリチリライザーっていうことで、このパッケージ自体もねなんかすごい可愛らしい感じなんでね、これもねちょっと大切に綺麗に、まあ比較的開けることができたんで、あスナップがついてますよ、ここ。これ気づかなかったな、これ気づかないで、ね、使わない手はないですね、もったいないですね。スナップをライザーリップ先端部分にかけてご使用してください。矢印の手順でしっかりとロックしてご使用してくださいってことで、まあここにねこの水晶のスナップがついておりますので、これを見落とさないように気をつけたいところですね。まあこれで使うとがいいよってことで、ちょっとつけとこうかな、ね、あのライザーリップね、これ、まあ、こういう金属リップなんでやっぱりライン直結ってのはちょっと怖いかと思うんですよね。ここにスナップ、これをつけてで投げるってこと で水晶のラインとかは書いてあるかな、ありますね。ロッドはミディアムライトからミディアムヘビーの硬さのベイトタックルロッド、あとはミディアムライト程度の硬さのスピニングタックルでも OK ってことですね。でフロロカーボンナイロンの10ポンドから16ポンドはベイトリール、に巻いて使うとちょうどいいということで、またスピニングタックルで使うときは6ポンドから10ポンドなんかも使いやすいですよということで、あとはあ、まあでも P ラインだと絡まっちゃうかな、リーダーとか組めばまあね絡まりづらいとは思うんですけども、でもねほんとこのライザーリップっていうのがね、バスではねまだまだ今年これから使い込んでみようかなって思うんですけど、ほんとなんか海釣りと相性がいいんですよね。海の魚と、まあ自分の場合シーバスですけども、シーバスってこの
浮上していく動きにバイトのトリガーがあるっていうことが結構あって、だからこう身の中を潜っていって、潜っていって、一番こうもうこれ以上潜れないってなって、ね、竿に近づいてくるこの浮上の時にちょんってやって食わせるっていう、まあそういうねルアーがあったりとか、あとラパラとかからもね、その浮上アクションをわざとあえて出すためのルアーなんていうのもあったりするんですけどね、ほんとこのバスってこう水面にフッて浮上していく動きに、あーっていう感じで行くなって感じでね、食いつく、チャンス、タイミングっていうんですかね、そういうのが絶対あると思いますんでね、絶対まあ海では効くだろうなと思うんですけど、まあでも海で使うと錆びちゃうからな。まああのブラックバスでこれからいよいよハイシーズンに突入するんで、まずはねあのブラックバスこれで釣ってみたいなっていう風に、考えております。で重さ測っておきたいと思います。 18g っていう風に書いてあるんですけども、こちらチリチリライザーね、ジャッカル釣り岡でしょうさんのコラボルアー、これは何グラムでしょう。おっと超えてきましたよ、 19.6g っていうことで、およそもう20g 近く、これ飛ぶはずだよな、この、50mm のボディに 20g ぐらいの重さっていうことだから、でこれはトップウォーターじゃなくて沈むルアーですからね、ちょっと使いどころ気をつけないとね、寝がかったりしたらちょっと悲しすぎるんで、まあちょっと入れどころとかね、まあ、こういうどうだろう、まあ使いこなしてもいないのに言うのもなんですけどね、このライザーリップが効いてくるの絶対これから朝とか夕方に訪れるバシャ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 ってこうね、ライズしてる魚がボイルしてこう餌を追い回してる状況の時なんかに入れ込むといいんじゃないかなとは思うんで、まあねあんまりねむやみに沈めてね、これまあガードするところもないからね、寝がかるときはすぐ寝がかっちゃうかと思いますんでね、ちょっと出しどころはボイルした魚直撃みたいな感じなのかななんていうふうに思いますけども、まあ早速ね、ちょうどこのボリューム感がね、去年一世風靡してたね、まあ今年も大爆発してますけども、野良ネズミなんかとねすごいサイズ感が似ているんで、でその狙うレンジも似ているんじゃないかなって思うんで、そういった野良ネズミなんか聞くような状況の時はぜひもんで聞いてくるんじゃないかななんて想像してますんで、早速ねそういうのが聞く、まあ自分の場合は関東のダム湖になりますけども、そういったところでちょっと投げ込んでみようかななっていう風に考えております。というわけで本日の釣り講 TV はですね、ジャッカルから出たこのジャッカルと釣り岡でしょうさんのコラボレーションしたですねスペシャルルアーで、こちらですね、キムさん監修ですね、それの、チリチリライザー、これを買ってきてみたいな、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。